やー、僕、君たちの需要を理解してるつもりなんで、やっぱ僕が履くべきパンツは水色と白の島パンだと思うんですよ。ねえ、そう思いませんか？僕はそう思いますけどね。島パン履いていこうぜ。え、それもう古くない？うるせえ！うるせえ！古くねえよ。いや、島パンは永遠にだからな。島パンは永遠だぞ。島パンは永遠だぞ。島パンは永遠だぞ。な、そうだよな。島パンは永遠だよな。そうだよな。島パンは永遠だよな。ごめん、魔法様、賛同できない。マジで言ってる。島パンは永遠だろうがよ。なあ、島パンは永遠なんだよ。島パンは永遠だろうがよ。パンツ履くの、いずれ履くよ。パンツ解釈一助かるだよ。ありがとう、ありがとう。水玉パンツ履くならツンデレになんだけど、島パンでもツンデレでいいでしょ。ツンデレは水玉パンツなんですか？いや、僕は島パンだと思いますけどね。島パン好きなんですよね。島パン好きなんですよ。つまり僕は島パンが好きだって、そういう話なんですよ。島パン好きなんですよ。島パン好きなんだよな。ねえ、島パン好きなんだよな。島パン履きたいな。島パンと和解せよ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 。もっと下を見せてくれないと何パンがいいか分かりませんね。あ、それはどういうことですか？エマちゃんの体のこと言ってるんですか？え？ちょっとどういうことですかね。下？下ってどこのことかな？わかんないな。え、もうちょっとちゃんと解説していただけますか？スポブラみたいな生地の灰色パンツが大好きです。5枚所持、かっこ未使用。あー、変態だ。あー、変態だ。あ、これは変態だ。エマ知ってるぞ。エマ知ってるぞ。灰色の生地が好きな人間はみんな変態だっていうこと知ってるぞ。うん、灰色が好きな人間は変態なんだ。あ、だってなあ、濡れたら色が露骨に変わっちゃうからな。島パンとかいういけないボーダーライン大好きです。ありがとうございます。待ってください。島パンいいよね。しましまと配送と合わせて島パン履いてるの。パンツ見えてない状態でもパンツと同じ模様さらされてエッチだよね。おお、天才じゃない？天才じゃない？なるほどね。同じ生地でできてる靴下とかってこと？それは天才だよ。それはつまりほぼパンツが見えているってことだもんね。天才だね。なるほどね。なるほど、なるほど。そういうことか。灰色はエッチだよね。わかるよ。灰色はエッチだよ。うん。灰色はエッチだよね。わかる。はあ、楽しいね。スウェットとかね、パンツじゃなくてもいいんだよね。全然パンツじゃなくてもいいんだよ。ジャージとかでもいいんだよね。
でできてるさ、綿でできてるスウェット、灰色のスウェット、そういうので、うん、汗かいたらすぐバレちゃうようなスウェットでさ、運動してほしいよね。ああ楽しい。シマパンエマちゃん解釈1助かる。わかる。エマもシマパンを履くべきだと思うんだ自分でも。あざっす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 。楽しい楽しい。お酒持ってきた。楽しい。あ、ボイン。ボ、うん、ボディーペインティング、なかなかコアな性癖を攻めていらっしゃる。そういうのありますよね。どうなんでしょうね。いやちょっとまだまだ未開拓の地なんですけど、ちょっとわかんないですね。どうなんでしょうね。うん、やっぱ今パジャマ灰色。ほんと灰色のパジャマ履いてるんだ。そうなんだ。遊びに行っちゃおうかな。楽しいな。楽しいな。悲しきかな、一人でハノキンやることになっちゃったけど、それはそれとして、ケボクとお話しするのは楽しいな。楽しいな。お酒飲もうか。もうちょっとお酒飲もうか。